なんかちょっと見たら展望台みたいなのがあったんで、外れじゃないっぽいですね。切ったね。これは追っ始めたのか。あんま見たくない。なんでこんなとこでうんちしてんの？うんちだよ、あれ。しかもティッシュで拭いてるから人間のだろう。何してんの、本当に。こういうとこでしろよ ねえ。不法投棄だな。いやね、この看板があったんで、道あんのかなと思ったのよ。あった。でも一回ちょっと展望台、迷ってる。どうしよう。展望台って、そうだね、廃道は外れが多いんで、一回展望台行ってみて、で体力がいけそうな感じがするんだったら、ちょっと廃道を降りてみたいと思います。そうね、あと熊だね。熊の子見ていたかくれんぼを。はい、忘れ物ありますよ。あ、結構忘れて立ってる感じ。あ、展望台 こういうこと？あ、こういうことね。あー、なるほど。綺麗っちゃ綺麗。でもよく見えねえっちゃよく見えねえ。うん。そうね。綺麗ね。あっちも。なるほどね。確かに見えるっちゃ見えるね。いいと思います。ありです。エンディングどこ、で使おうかな。ここじゃ使えねえよな。展望台だから、もうここで終わりだもんね。はい。じゃあ、こったけだったら旧道行くか。そっか。じゃあ、あれは展望台で景色を見る駐車場なんだね。今、うちが車止めて、誰かがうんこしたとこね。うんこ、持って帰れよ。犬の散歩と同じルールだぞ。犬より頭悪いんかって感じがしない？いや、おらず。ょ。髪の毛縛っていいですかね？黒山展望台です。でした。じゃあちょっと一回切り替えますわ。で、ちょっと旧道を、廃道をちょっと降りてみたいと思います。